はいどうも、皆さん、こんにちは、モッティーです。やっていきましょう。3D ランド、ワールド2の2からいきまーす。よっと。毒沼っぽいね。気づいたらマリオも29期まである。さあ、ちょっと暗めのステージ。ドゥン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 。これ、こうやって撮らないと多分撮れないやつ。多分。いや、わかんないけど。わかんないけどね。はい。土管入っちゃっていいのかな？おー、30! あ、違う、3D か。わかんなかった。あ、3D。あ、失礼しました。ごめんなさい。あの、制作者の方の意図をね、組めずに。非常に実況者としてね、あの失格的な方になってしまいました。申し訳ございませんでした。3D だ。なんで30なんだろうって割とマジで考えちゃう。あー、これあるのね。これがあるんでしたね。なるほどね。はい。やっぱこう考えるとすごいね、アクション苦手な人にもすごい楽しめるような感じのね、空気漂ってますよね。何このクリフハンガー、クリフハンガー。何このクリフハンガー、怖っ。なんだ、ファイヤー、いいね。ファイヤーマリオは大事。あ、この飛距離がな、もうちょっと慣れたらな、だいぶ楽になりそうだけど。え、これでいいの、これってよかったの、大丈夫なの。もう一個の方を押さなくてよかったのかな。一遍に押した方が良かったか。お、これは？これは？やったぜ。拍手された、嬉しい。お、あれだね、見逃さないね。意外と、あ、これファイヤーやると燃えるから、ほら。ね？ほら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 。ほら、あ、そうするとこっち側に何かがあるよっての教えてくれる。ごめんなさい、なんか初見プレイなのにさ、全部解説実況みたいになっちゃって。いや、いいんだけど、別に悪いわけじゃないんだけどさ。何？まずい、まずい、それはまずいよ。もう、あえて突っ込ませようみたいな、そういうことはしたぞ。あ、やべ、乗れない、ちょ、乗れない、する、これはする、これはする。ちょ、時間がない。大丈夫。あー、行っちゃったよー。あららー。どこ？あ、クリフハンガーがあって。ちょ、あっぶね。怖い。後ろ大丈夫？意外とでもあれですね、時間ありますね。あーね、時間意外とありますね。素晴らしい。おお、あれでも、メダルが1個ないよ。大丈夫かな、大丈夫かな、まだある、先がある。先があると信じてる。あ、やばい、ない、あ、どこだ、どこ見逃した。うわ、初めてスターメダルを見失ったというか、なかった。全然見当たらなかった。うわ、なんかすげえ悔しいんだけど。なんか、今すぐやり直したいんですけど、この目。やり直していいっすか？ちょ、やり直していいっすか今すぐ。やだ、許されない。許されない。何、許されないってなんだよ。許されないってなんだよ。別に許すも、なんもないでしょ。おや？おやおやおや？おやま？ここじゃないの？あれ？ここのさ、なんかブロックあるじゃん。これ壊せる的な？これを、こうすることによって、壊せて、壊すと、中に、はぁー、入れたー。いやー、これは、なかなかね、難しいですよ。これ一発目で気づいた人はすごい。うん。これ一発目で、あそこに、あ、木の墓あるじゃんって。あ、これで壊せるじゃねって思えたら、そう思う、あなたはね、すごいマリオ向いてますよ。僕が言うことじゃないね。ごめんなさい。ちょっと上から目線になっちゃうかもしんないけど。よーし、オッケー、取れた取れた。満足。要は満足じゃ。先へ進むぞ。よし、ミステリーボックス。ミステリーボックスあれだね。連打できる準備をこう、ちゃんと整えていかないと。おら、おら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 、あ、いや、ちょ、突っ込みすぎた。まあでも時間あるからね、意外とね。オッケー。あっさり。あっさり塩味。さあ、どんどん進んでいこう。これで要は、すれ違い通信をすると、ここにミステリーボックスが改めて出てくるってことなんだ。ちょっとさ、なんか今度さ、なんかの時にみんなでこれ持ち寄ろうぜ。何の時だよ。ニノさん。何の時だよ。何の会合だよ。モッティのゲーム実況のか。ああれ、マリオの、なんか、嫌な、なんかすごいいやらしい位置にピーって。お。よし。なんこれ、これ、回してくの、これさ、これやっぱこれじゃないと、回せないのかな。
そうでしょ、こうやって回して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 って靴が脱げ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 て、さようならまた来週。あれ、あ、違う違う、あ、あ、あ、ちょっと待って待って待って、やだやだやだ、ちょ、落ちる落ちる落ちる、痛い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 、ほう、そういう面。あ、なにこれ、あ、箱マリオ、え、これは、あ、な、え、ど、何をどうするの、わかんないんですけど。これ単体だとわかんない。あ、こういうのこう、つかめと。あ、はいはいはい。こういうのが出てくるから、こうやってやれとよね、やれよねっていうことね。ちょっと P 踏むか。左 P が好きだ。右 P か。右 P が好きだ、僕は。どっちかっていうと。その次に左 P だな。全部こういうんだよ。特になんもねえのだよ。ほんで？これで？え、でも上にあるっていうことは、これ多分上からですよね。先人が言ってたから。RTA 上手い先人が言ってたのは、RTA の基本は上から取れっていう。そう、上から順番に取っていくのが一番セオリーで、一番速いって言ってたから、しかも上からでしょ。よし、OK。あ、ちゃんとね、ここに、しかも、メダルがあって、こうやってこうやって掴むとコインをしっかり全部取れますよと。あ、で、しかもそれだけか。ルイージのところは。ね。おし、オッケー。じゃあそしたらこうね、安全なところから戻りますよ。変なところからね、横着しませんから。戻れなーい。じゃあすいません。高所恐怖症の皆さん。僕を信じて捕まっててください。ほい。ここ。あ、なんで全然、めっちゃ体育時間あるじゃん。めっちゃあんじゃん。よし、オッケー。踏んで。早い。早かった。もうちょっと。もうちょっと聞きたかった。やば、これわかんない。いや、ちょ、むずい。大丈夫、大丈夫。これ、待っていい？待っていい？大丈夫なの？大丈夫なの？これ出るの？これ出るの？これ大丈夫なの？これでも多分届かないから、これは。届かないから下から行くんだろうな。よしよしよし、落ち着いてね。落ち着いて一個一個行きましょう。一個一個。あー、これもまた。これって、なんだろう、ダメージ食らわないと取れなかったりするのかな、箱。あ、でもまた先に回るから、とりあえずこのクリちゃんを倒しつつ、このピーを踏みつつ、キノコの上にピーがあるっていうね。あ、やばい。あ、大丈夫か。大丈夫か。こう、スーパーマリオ RPG 形式だと戦闘のコインを掴んじゃうと、もうそれでアウトだから、ちょっとそれを恐れたり。おーし、オッケー。で、あ、で、なるほどね。これをこう、ぐる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 回しつつ、上の、こうか、これをくぐれと。あー、やばい、これは。これは間に合わないやつか。取れたー。おー。いい反射神経しておりますな。んで？これ？あ、じゃあ時間がない。これは？これでもこのままいけるでしょ？いけるよね？大丈夫だよね？あ、意外と飛距離ある。うわ、怖っ！てか何あのスターメダルの位置？何あのスターメダルの位置？いや、まあ取り方わかるけど、わかるけどえぐいな。まずクリちゃん倒すじゃん。はい。ダッサ。これ最初から？マジかよ、最初からかよ。お前じゃあ必要最低限だ。ちょ危ない。押しっぱなしにしちゃいけない。押しっぱなしにしちゃいけないから。飛んで離す。はい。ずー。おーし、オッケー、いけた、取れた取れた、オッケーオッケーオッケー。こうして、このまんまいきーの、やだなー、怖えなー、これいかない。いかないやつ、こっちに、あやつ。怖いけどなー。あ、でもこのまんまこれ上に登っていけんじゃない？あ、またリングがある。リングがありの、おーし、よし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 、もうこれでオッケーでしょ。十分でしょ。何すんの？ハートがある。そしてなぜか真ん中にあるスター。このスターは何なんだ。うわうわ、ちょっとかわいそう。ガマグチくんがまさか一撃で倒されてしまった。
これさ、ピーチ姫なの？こんなんか、見た目あんまりピーチ姫っぽくないですけどね。うおー！うおー！マジか！この粋な演出残念なんだけど、何なんだお前は。なんでこのタイミングでお前はマリオじゃないんだ、マジで。もったいないにも程があるだろう。なんだよ、このゲーム。ついこの間さ、3DS でさ、なんかこういう箱がうんたらかんたらするゲームって見たぞ。うわぁ、この演出を、しかもニノさんで持ってくるあたりね。あ、なんだ、なんかだんだんこのゲーム慣れてきた。うん、楽しい、楽しいっていう、そういうちょっとこう、心の隙間をふっとこうついてくる、この、なんか遊び心満載のこのブロック面、そしてこの二次元の面。いや、落ち着けって。落ち着けよ。分かったから落ち着けよ。すごい画面の前でなだめられてそうですけど。さあ、今場所2の4です。もうサクサクね、進んでいきましょう。味があるなぁ。いいね。なんか、ちょっと、やっぱりね、あれですよ。やらず嫌いは、あんま良くないですね。やっぱりね。いろいろこう、ジャンプすると入れ替わるんだね。こういうこと、はい、なるほどね。なるほどね。そういう仕掛けね。オッケー、ね。やっぱね、いろいろこうやりながら、こう感じ取っていくのが楽しいね。あ、83だ。ダメだった、今の。いや、怖いな。怖いな。でも大丈夫ね。オッケー。蜂の名前って何つうんだろう。なんかでも出てきたよね。なんだっけな、ワレオかなんかのゲームで出てきた記憶がある。ああ、お、無限脇か、無限脇か、あれか、あの、ドラム缶か、これいっぱい倒してると、なんか、いやでもなんかさ、箱の上乗れるくない、なんもない。あ、なんもないんだ。ああ、なんもねえんだ。まあまあまあ、置いとこうか。多分あれですよね、きっと。あれですよね。ずっとこうさ、置いとくと、かわいそすぎんだろ、これ。もう何のために生まれてきたのかわかんねえしさ、だんだん奥にクリちゃん溜まってくるじゃん、これ。それも俺落ちてくるじゃん。かわいそう。うわー、かわいそう。もう人生を悲観せざるを得ないよね、このクリちゃんたちは。人生。クリセ。かわいそうだ。人間はまだまだ、あれだったんだな。甘い人生を送っていたんだなっていう、こう人生を、任天堂から学んでいくプレイング。こっちなんかありそう。あ、ボーナス面。やばい！これは？これでも、あのね、反転の方が入るんだけど、あー、すぐできないんだね。ちょっとためが必要。よーし、オッケー。なんか無理やり乗った感じがしましたが。あ、まず30。オッケー、30。取って。これ 3D っていうのがなんかあるのかな？あ！これね、一切多分皆さん画面だと伝わってないと思うんですけど、これ 3D にすると、あの 3DS の画面をこう、引き切っているじゃないか。すると、なんか、すごく 3D っぽく見える。その弊害がこれでした。これ、絶対その先にスターメダルあるじゃん。絶対スターメダルあるじゃないですか。もう一回いけない？ちょっともう一回行こうぜ。やっぱスリー、あ、いや、ない！あ、あーうち、これはまた後で来るパーなんか。まあまあまあ、いずれ来たらいいな。いずれ来ましょう。そしたら、よし。から、こうやって、こうしつつ、まあ、この辺は簡単ですね。はい。あー、ちょ、待って。何その死に方。何その死に方。ちょっとこうして、反転から乗ってく？あ、普通に行け。普通に行けだった。普通に行けって感じですかね。よし、まあいいや。これで、しっかりコイン集めつつ、ここね、高さがね、結構ね、そう、ここが、なんか意外と、思いもよらぬ高さだったから、
ょっとわかんない。ちょっとこの辺の 3D の難しいところ。おーし、オッケー、よし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 、いいでしょうと。さあ、そして、いや俺これスター取りたくないの。逆にファイヤーフラワーの方がいいかなね。ファイヤーフラワーの方が良さげですよね。これ救済措置なのかな、もしかして。ここにあるってことは、ほい、あここのスターって意味ないんじゃね。このスターは全然意味ない気しかしないんですが、まあいいや。んで、ここ乗って、ちょっと慎重にね、慎重に、はい、して、ひぃー、あのね、あれなんだよ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 、こう溜めるのがちょっと時間がかかるのがきつい。おやー、あれですね、ちょ、何回かかってるんですか、この面に。よいしょ、ここ、これさ、なんか 3D、 あれなんですよ、僕ね、メガネかけてるから若干こう 3D のこう、これを入れるとあんまりね、見づらい、見づらい、ちょっと怖いんだよね、怖い、逆に怖くなっちゃうから入れない方がいいのかな。なんかやっぱ影をうまく見ながらやっていった方が、ちょっとまああれですけどね、なんか意図しない感じの攻略になっちゃうかもしれない。個人的にはそっちの方がやりやすそうではある。よし、はい、ほんでこうして、一回こうして、こうね、はい。さあ、ちょっとこっからちょいちょい死んでるんで、ちょっと改めて落ち着きつつ、しっかり、まあ時間がね、いっぱいありますからね、余裕を使いつつ、で、ここがな、ここ多分、あれなんですよ。そう、あのね、踏んじゃうと変に壁になっちゃうから、逆に下から叩かない方がいいみたいな。うまいよ！よーし、オッケー、褒めて使わそう。よし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 。やっとここ抜けた。あそこ結構動く床難しかったですね。あ、でもこれもゴールなんだ。あー、よかった。終わった。よーっと。よし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 。ちょっとまあ時間かかっちゃいましたけど、まあいいんじゃないでしょうか。よかったよかった。めでたしめでたしという感じで、この辺で、じゃあこの動画はおしまいにして、また次のパートに行きましょうか。3D ランド。いいですね。マイコース、マイコースさ、いろんな仕掛けっていうか新しい仕掛けがあって、すごい楽しい。うん。新鮮。あ、タイミング。これあれなんですか？時間ごとに出る感じなんですかね？はい。皆さんも疲れを感じる前にね、しっかり休んでくださいね。はい。以上、モッティでした。